いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2007年モデルフェラーリ F430 をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに下すりと飛び石があり、ボンネットに飛び石と、フロントガラスに同じく飛び石がございます。また左側のドアミラーに傷がございます。走行距離に関しましては約2万4000キロと低走行なお車です。外装色はビアンコアブス、インテリアはアイボリーレザーの組み合わせとなっております。今もなお根強い人気を誇るフェラーリ F430 でございます。360モデナに比べ空力性能、エンジン出力などが向上し、より高い走行性能を発揮するモデルです。またこちらのお車は市場でも希少価値の高い6速のマニュアルトランスミッションが採用されております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールは純正の19インチのアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは伝統の丸目4灯のテールライトが採用されております。マフラーは4本出しのマフラーが装備されており、 F430 らしい力強いサウンドを楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては 4.3 リッター V8NA エンジンが搭載され、最高出力は490馬力を発揮します。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはアイボリーのレザーシートが採用されております。運転席側に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーとカーボンのコンビステアリングが採用されております。ナビゲーションに関しましてはエクリプス製のハードディスクナビゲーションが装備されております。シフトに関しましては6速のマニュアルトランスミッションが採用されており、ギアのつながりも非常にスムーズですので、どなたでもお楽しみいただける1台です。また走行モードに関しましてはマネッティーノが装備されておりますので、ステアリングのダイヤルにてお好きなモードを選択することが可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2007年モデルフェラーリ F430 をご紹介させていただきました。走行距離約2万4000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。フェラーリのミッドシップスポーツカー F430 でございます。こちらのお車には490馬力を発揮するエンジンに6速のマニュアルトランスミッションが組み合わされておりますので、意のままに圧倒的な走行性能をお楽しみいただける1台です。またカーボンコンビステアリングやカーボンインテリアパネルをはじめオプションも充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。